こんばんは、戻りました。アイドル試合デイ5ファイナルの模様をねお送りしております。いや、1戦目はブラジル強かったですね。強かった、本当に強かった。BJK としては、まあ、やはり、ドラゴンとかの判断ミス、ああいった判断ミスをしないように立て直せるか一つ鍵になってくると思います。そしてこれだけホームの後押しがありますからね、まあ、気分的には盛り上がってると思いますから、集中を高めて頑張ってほしいですね。負けた後でもコールがありましたからね。ありましたからね、すごかったですね。なかなかないですよね。ないです。次の試合やれよっていうコールでしたからね。そういうことだったと思いますね。気持ちの切り替えがそのコールでできるかどうかというところも、まあ、重要ですけれどもね。さあ今度ブルーサイド、パープルサイド多分入れ替わると思いますが、そうです、多分ですね、はい。さあ本日は BO5 ということで、3本選手3勝先にした方が、IWC 優勝、そして MSI 出場の切符を手に入れる大会と、なっております。ただ初戦取ったのは大きいですよね、ブラジル代表。ね、今まで、というか今シーズン各国の各地域の決勝戦何度も僕は見てきたんですが、はい、3勝0敗が非常に多いんですよね。でその理由としては1勝目非常に競るんですよ、1戦目は。ですが2戦目立て直せなくてガタッとなってしまって、で3戦目立て直すんだけど2戦取ったことで勢いを生かして3戦目取るといった展開が非常に多かったんですよね。はい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 、ですからこの1戦取ったことはブラジル代表にとっては大きいですし、トルコ代表にとってはかなり厳しい。ここで2戦目で立て直したとしたら分からなくはなりますけどね。ただあの番の方がねちょっと面白くて結構気になってるんですけど、あのブラジルはブルーサイドだったとまず言うことが一つあって、ルルとジャンナとモルガナでしたっけ、はい、そうです、がバンだったと思うんですよ。今度パープルサイドに行くじゃないですか、はい、となるとヘカリもバンしなくてはいけないという、ほぼ必ずバンしなければならないですよね。そうなった時に、ITZ 側としてはまあ一つ取れるわけですよね。何かしらのチャンピオンがその3つのバンのうちのどれかが漏れるわけですから、はい、どうしますかね。何を渡して何を取るかといった判断ですよね。そうですね、まあ、鍵になってくるのはヘカリム、グラガス、あとは BJK にとってはルルやジャンナといったところになってくると思います。どうですかね。あとはアーリも競い合いそうですね。どちらがアーリを取るかというのも一つ鍵になりそうです。ここのところのバンピックで、どういった駆け引きが行われるのか、まあ、完全にこう入れ替わりますからね、全くちょっと考え方を変えなければならない。お、すでに始まっている。はい、じゃあ見ていきましょう。バン&ピックの方第2試合目スタートです。さあ今度はブルーサイドが BJK、 パープルサイドが ITZ となってます。さあルブラン、シバーナ、カリスタ、ルル、ヘカリム、ジャンナ、やはりヘカリムバンしてモルガのファーストピックということで、バンから漏れたチャンピオンが取ることに成功しましたが、やはりルルジャンナは必ずバンしますね。鉄板なんでしょうね。鉄板ですかね。そのジャンナの BJK のサポートの方のジャンナの打ち上げの精度といったものが素晴らしかったですからね。僕外したシーンを一度も見た覚えがありませんでした、準決勝では。まあ、なんか守りのジャンナというより攻めのジャンナでしたよね。打ち上げて相手をとどめて、必ずそのピックアップ成功させてましたからね。ただグラグスはファーストピックではないんですね。まあ、モルガナはブラックシールドがありますから、グラガスのあのウルトのノックバックといったところをブラックシールドで回避できるということで、グラガスではなくモルガナを優先した。それに対してセジュアニ、おセジュアニ、そしてシビルと取りました。おこれ確かワービックって一度ピックしています。そうですよね、トルコリーグの、リーグ戦の時にピックして負けてます。あ今聞かなかった方がいいです、ね、ただその時はまあ実験的なピックなおかつサポートメンバーも含めてだったので、まあ、実力を反映したわけではなかったと思いますね。そしてやはりアーリー取りましたね。これに対して ITZ のミッドレーナーどういったピックを見せてくれるのかも一つ楽しみですね。この方チャンピオンプール非常に広いですからね。オリアンナもあればアジールもあり、まあ、ルブランクといったチャンピオン、まあ、ルブランクはバーンされてますが、ここをどういったピックを見せてくれるのか非常に楽しみです。そしてブラジルといえばやはりモーデカイザー、はい、
まあ見てみたいですけどね。見てみたいですね。もうブラジルではかなりモルドバ評価高いと。というか何なんでしょうね、シーズン1かシーズン2の頃からブラジルといえばモルデカイザーみたいな妙な妙な何て言ったの、あるわけですね、鉄板的な、鉄板みたいなのがあるんですよね。あのいわゆる韓国でいうとリーシンみたいな、そんな感じ、そんな感じです。本当に何なんでしょうあれは。あ、ノーチラスとナーにしました。ノーチラスナーですね。ただこう気になってるのが BJK はグラガス取りませんね。取りませんね。まあセジアニが見えてるということもあってなんですが、ただ1戦目も取らなかったんですよね。はい、取りませんでしたね。ここは何でしょう、グラガスだとやはり1周目2周目のところの圧力があまり高くないといったところを評価してないのかもしれないですね。まあヌヌを使って、序盤からマップのコントロールを取りに行こうということですかね。はいはいはい。さあそしてノーチラスナーと取って、ジンクスランブル今一応見せてますが、ルシアに変えましたね。中盤に寄せてますね。中盤15分から25分あたり、まあ、というよりも、各レーナーがレベル6のウルトを取ってから非常に強くなる構成になってますね。このレオそのままロックインしたらですが、やはりルシアンではないですか。やめますね、ジンクスにしましたか。 そして ITZ、 ITZ ただ今回は少しレッドゲーム寄りですか。そうなってますね。あ、ブラッドかなりレッドゲーム寄りになってますね。久々に ITZ、 ITZ もともとレッドゲーム多かったですか。はい、ここはまあブラッドにしてもいいと思いますし、ミッドゲームが強いチャンピオンでも悪くはないですが、ただ AD チャンピオンはちょっと難しいのかなという感じもしますね。やはりトップガンナーですからね。まあ、一応ジャングラーのセジュアニとサポートのノーチアスはマジックダメージ出しますが、そう大きなものではないですからね。え、モルデカイザーしますか。見てみたくはありますが、いやちょっと見たいですね。本当にミッド運用ですよね。ミッド運用ですよね。いやーブラッドですか。ロックしましたね。非常にバランスの取れたレイトゲームまで強い、チャンピオンの構成になってますね。 ITZ は BJK はランブルのウルト、アーリのウルト、そしてヌヌの序盤からのマップのコントロール能力を生かして、序中盤で有利を取っていこうという狙いがありますね。そしてレイトゲームでは装備の整ったジンクスがヌヌとモルガナのサポートを受けつつもダメージを出すというのが狙いになっています。かなり、バランスの取れた構成になってます。一方の ITZ はかなりレイトゲームによってますね。セジュアニはレベル6からですが、装備が整ってからの方がこのチャンピオン非常に強いですから、そしてナーもそうですね、タンクといったところで、序盤からというよりも、まあ、連の強さもかなりナーフされましたからね。レイトゲームのタンクの能力、集団戦のエンゲージ、まあ、セジュアニとの連動ですよね。そしてブラッドはこのチャンピオンもレイトゲーム非常に強いチャンピオンですが、レーンのところではあまり強くないといったところで、こう序盤から中盤はしのいでレイトゲームを見据えた構成になってますね。さあそしてマッチアップも気になりますが、ゲームの方始めました。あ、イズリアルの指が結構いろんなところであるみたいです。配られてるのかもしれないですね。もしか売ってるかですか。ああ、なるほど、欲しいですね。今一番感情が乗ってたかもしれないですね。今日一番感情乗ってましたね。いやー欲しいですよ、 TPA イズリアル。羨ましいですね。まあオフラインの会場だとそういったこともありますからね。ライオットの公式グッズが売られていたりとか。はい、さあ来るようですね。 IWC Day5 ファイナル、BKT VS、 あ、大変失礼しました、 ITZ VS BJK の第2ゲームですね。見ていきましょう。さあ今度はブルーサイドが、BJK ですね。パープルサイドが ITZ になってますか。これブラッド、ミッドレーナーのブラッドがトップに現れていますが、 ITZ 以前もこの動きをしてましたね。ミッドレーナーはミッドレーンに現れるか、もしくはジャングルの入り口を塞ぐ場合が多いといったところで、姿が見えなくても、まあ、あまり疑問視はしないといったところを生かしてトップレーンに入っていってスワップ対策のワードを置きましたね。 ITZ としてはボットレーンのマッチアップと、そしてトップレーンのマッチアップも有利ですから、2対2、1対1を当てたいと
いう形になってますかね。お、ヌヌがダンスしてますそれに大盛り上がりの、会場でしたね。で、BJK としてはこのジンクスはファームしっかりと必要ですからね。序盤のところレーニング相手と相手のサポート AD キャリーとレーニングするよりもスワップして CS を集めていきたいところのチャンピオンではありますが、2対2しますね。しますね。マッチアップ的にどうなんですか、ボットレーン。やはり ITZ 側の方が有利だと思いますね。モルガナのブラックシールドが手に入れば、あ、なんとかそのノンジャさんフックといったところ対処はできますが、ただどうしても圧力を受ける側になってしまいますね。レベル2で、あ、まあ、レベル1のところはプッシュを通し、いや、素早く処理することを考えるとモルガナは W のAOE ダメージのところを取ると思います。問題はレベル2でスネアを取るのかブラックシールドかですね、はいはい、うわー、レベル2いきなり先行仕掛けている。イグナイト入ってますよ。フラッシュヒール、サマナスペル2つダウン、さらにリコール大きいですね。これは IT レッドボットレーンで大きな揺りを取りましたね、ま、これが ITZ としては狙いでしたし、 BJK としてはこういったことを起こしたくないからこそスワップをするべきだったのではないかなという感じはしますが、 ITZ もしっかりと序盤の動きのところで相手をスワップさせない、相手がスワップしたとしても食らいつけるようなワーディングしてましたから、序盤のところは ITZ が完全に勝ったと言えると思いますね。そしてここからはヌヌの動きが非常に重要になってきますね。セジュアニを抑えられるかどうかが重要ですね。さあ、そしてミッドレーンのマッチアップはアーリー VS ブラッドですけれども、やはりアーリーの方が押し込む形になると思います。どうしてもブラッドはスキルファイターですが、レベル9までのところでスキルの CDR が非常に長いといったところで、スキルの回転率が悪いミニオンが処理できない、ダメージの交換といったところでもアーリーの方が有利だと思いますね。アーリーの方が有利ということですね。ミッドレーン、そしてトップレーンのマッチアップ的にはここはナーの方が有利だと思いますね。ランブルはやはりレーンのところがきついといったところでアーマーを上げるアイテムとポーション5つ買ってますね。サステインと相手のダメージを軽減しようというアイテムしてますね。え、ブラッドこんだけ圧力かけられるんですか。かけてますね。かけてますね、はい。まあ、W の沼でアーリのチャームを避けることができれば、もう特に問題なくレーニングができますが、非常にその序盤のレーニングのところヌヌの圧力もあると思いますから怖いと思うんですが、自身のスキルをメカニックをしっかりと信頼を置いているんでしょうね。非常に素晴らしいレーニングできてますね。全くレベル4で同じ、そしてヘルスでは有利を、むしろ有利を取ってますか。これポーション的にも有利ですよね、はい、はい、ポーションはブラッドはまだ3つ、アーリア1つ使ってますね。じゃあ CS はトントン、同じぐらいということにはなってますか。問題はレベル6からになると思いますが、アーリがウルトを覚えてからですかね。はい、そうですね。綺麗に避けていきますね。いきますね。ここで完全にアーリもポーションなくなりました。なくなりましたね。ただアーリもサステインが高いチャンピオンですから、まあ大セジワニのおガンクにさえ気をつければ問題なくレーニングができるとは思いますが、これでこう圧力を与えてキルを狙っていくといったことはちょっと難しくなりましたね。さあ、レベル4ダメージ交換をしっかりしてきます。フラッシュインからスネア、これはもうフラッシュがないですから、ジンクスダウン、ファーストブロー取っていくのはシビル。さあ ITZ もう1キルいける。いや、フラッシュ、ITZ 狙い通りでしたね。BJK としては分かっていたとは思いますが、対処しきれなかったところでボットレーンの有利を完全に ITZ と奪いました。そしてトップは有利を生かしてガンク成功しますか。さあ9、あ、届かないですね。突進は届かずノックアップは成功しませんでした。トップレーンのところランブルがしっかりと CS 食らいついていますから、まだまだドラゴンファイトのところで、ランブルがしっかりとしたウルトを決められる、もしくは他のところの集団戦でランブルが働くことができればわからないですが、ジンクスが育つのは随分と遅れてしまいますし、芝がしっかりと育ってしまっています。ここを気をつけなきゃならないですね。
まあ、これで装備差も AD キャリーかなりつきました。ピッケルと BA ソーダの差ですし、なおかつレベル差もありますからね。ここまだレベル4同士ではありますが、先にレベル5になるのはシビルですからね。そしてブラッドが重要なリボルバー、スペルバンプのアイテムを作れました。これは大きいですね。レーニングがより安定するでしょう。ただしミッドから相手によっては動かすというのはなかなか難しいような感じがしますので、相変わらずやはりボットレーンから BJK としてはそれは分かっていると思いますが、どう対処するのかが気になりますね。ボットレーンメガナ、いやこれイコライザー、いや逆にフラッシュを落とさせることに成功。素晴らしい。このトルコのトップレーダーの方、トルコリーグの MVP、 かつこのランブルをターゲットバンされることが非常に多かったプレイヤーなんですよね。そういったところで得意チャンピオンということを生かしてトップから試合を動かそうとしてますね。さあピンクワードを発見、壊しにかかっています。ミッドの視界の取り合いといったところではまずヌヌもいますし、アーリーがピックアップが得意といったところを考えると BJK の方が有利なような気がしますね。ここで、ITZ としては競り合ってしまうとアーリーにスノーボールされる可能性があるので、そこまで無理はしてないですね。まあこれは予想通りと、はい、そういう形になっていると思います。むしろしっかりとボットのところで有利を取ってますからね。試合の流れ的にはおっと仕掛けます、テレポート。さあランプの準備ありません。これヌヌはフラッシュを落とさないといけないぞ。さあフラッシュダウン、そのままドラゴンと、テレポートの有無をしっかりと生かしますね ITZ。 ジュアニーが一人でやってますか。いやなあもうやってますか。さあこれで ITZ の有利を取りました。取りましたね。ボットの有利も生かして、そして今のは布を引き込んだ形でしたかね。自陣のジャングルまで引き込んで、そしてテレポートの有利を生かしてピックアップを狙おうと。取れなかったとしてもランブラ絶対ボットに間に合いませんから、ドラゴンを確実に確保できる、しっかりと計算された動きでしたね。さあヌヌがかなり辛いと、ここでセジュアニを抑え込めなければヌヌは役割を果たせてないと一つ言えると思いますからね。その狙いが一つ外れています。ヌヌどのように今後動いてくるのか BJK。 ただヌヌはレイトゲームのところでジンクスのためのゾーニングといったところもありますから、まだまだしっかりと CS を稼いでフロントライン、チーム全体の集団戦のところでの前衛としてタンクとして働くことができれば役割を果たせますが、ただここから有利を取らなければいけない時間帯のところでヌヌがあまり働けていないというのは BJK 非常につらいですね。さあそしてミッドレーンですが、 CS どうやらブラッドの方が有利みたいですね。 6CS ぐらい有利で、なおかつポーションも残っている。これはすごいですね。 BJK のミッドレーンの方もメカニクスをそう劣っているプレイヤーではないと思っていたんですが、 ITZ のミッドレーンの方の方が一つ上手ですか。上手みたいですね。さあ赤バフ、これでセジュアニがレベル6、さあランブルレベル8、トップはかなりランブルが有利作ってますね。ちょっと辛いマッチアップ、しかもなおかつガンクも一度受けたことを考えると、これは先ほどのイコライザーを生かした反転、非常に素晴らしかったですね。さあミッドレーンへのセジュアニのガンク、ウルトを組み出るアーリーのウルトを吐かしたというべきでしょうか。ウルトのイグナイトのダメージはデッドはしてもらえないようですね。そしてボットレーンでもノーチロスのウルト、さあここにヌヌの援護が来ている。さあスネアからのウルト最大消や、最後はイグナイトでダウン、さらにシビルにダメージを重ねていきます。これでボットレーン返したのは大きいですし、セジュアニがミッドに入ったといったところでカウンターガンクは絶対に入らないという確信があったんでしょうね。しっかりとフラッシュ扱ってないですか。サムナスペルをあまり使わずに倒したのは大きいですね、はい。さあそしてトップレーンではメガナー、ランブルが不利な状況か、これ逃げれるのか。さあウルトきっちり壁ドン決めていく。
さあスロー巻きながらランブルも逃げますがフラッシュはありますよ。9当たってしまった。さあそしてイコライザー、フラッシュも落としてしまいました。これフラッシュバロンの方に行こうとしたんですがちょっとあそこ抜けれませんでしたか。壁が厚かったんですかね、抜けれませんでしたね。やはりちょっと甘えてしまうとこのトップレーナーの方見逃さないですね。レーンではなあのファームの時をものすごくおとなしいというかナーがそこまで仕掛けないなという印象あったんですけど、メガネの時だけは常に仕掛けてヘルスの有利を作っていくというかなりアグレッシブなプレイヤーですね。ああ抜けれてませんね、抜けれてませんね。してボッ仕掛けてスネアはただブラックシールドブーメランを当たっていいダメージが入っている。ただジンクスも巻き返してきましたか。徐々に巻き返していましたね。先ほどは 20CS 差ありましたが1アシスト取ったことで徐々に返してはいますが、これ非常に分かってないですよ。オールドフラッシュ、あれが反応できるんですか。できるんですか。素晴らしい。これがまあ世界の反応なんでしょうね。ブッシュ内から飛んでくるのを見て瞬間にもうフラッシュを切ってましたからね。さあそしてヌヌのカウンターということになってますが、ノーチラスを救い落とします。さあもう一度ありが来てますね。さあウルトを切りましたシビル、ここで TP を切りましたが、あ当然ランブルも TP を切っています。さあお互い切っている状況か。イコライザーがどう刺さるかですが、これはうまく刺さりませんでしたね。ただミニオントップレーンのミニオンがかなり溜まっていますから、ただドラゴンまであと1分っていうことを考えるとこのまま睨み合いを続けるのはちょっともったいないというか難しいような感じがしますね。 BJK いや狙いますかというのも、ジンクスにファームをさせるためにランブルちょっと動いてから一度リコールして装備を整えてからドラゴンへという形にしますかね。さあお互いトップレーンへ戻りますね。そしてミッドレーンではこれはブラッドの方が有利になってきつつありますか。なってますね。大きな CS が生まれてますね。何がそうさせたんですかね。先ほどのミッドのガンクで周りがウルト落ちましたよね。フラッシュまで落ちましたよね。そこの時から急に一気に差が広がりましたね。その前のところでは 8CS 差前後で推移していたんですが、あのガンクが決まってから、まあ、フラッシュ持ちたこともあって、序盤積極的にレーニングができなくなって CS 差がかなり広がりましたね。あのガンクがかなり致命的だったということですかね。はい、そうですね。決まりはしませんでしたが、ただウルトとフラッシュ両方落としましたからね。やはりアリはウルトがあってこそ積極的に生きるチャンピオンですし、そのウルトがない時間帯にフラッシュがの有無はその相手のガンクを避けるといった動きで重要になってきますからね。さあそしてドラゴンライブです。ミッドレーンへの視界のカバーを大量に入ってますが、ノーチルスがここに来ている。ジャングルとサポートの対決ですが、どうでしょう。 ITZ としては明け渡す選択肢ができますね。ブラッドはスケールに優れてますから、レッドゲームまで耐えてもいいと。しかもランブルのウルトもあることを考えると、むやみに当たってキルを与えて相手にスノーボールされるリスクを負わないこともできますが、どう選択しますかね。だったらノーチラスとセジュアにはかなりプレッシャーがあるんですね。ボットレーンにガンク入ってますけれども、ウルト切りましたねシビル。そしてセジュアニとノーチャーズが来てますね裏から。ただモルガナがきっちりそこを援護してます。 ITZ としてはドラゴンの一つ有利、そしてボットレーンの有利を生かすためにナーがランブルをトップに貼り付けるような形のレーニングをずっと続けてますね。プッシュしてますね、はい、先ほどとは違い。こうすることで BJK は集団戦を起こすタイミングが作れてないですね。あ、レイスを食べてるんですか。なるほど、その CS 差が現れていると。ただそれにしても 32CS 差、まあ、寄ったりもしてましたからね。アーリはかなりボットレーンのところを寄る動きを見せてましたからね。そういったところで CS 差が生まれていたのかもしれませんが、
レベルも1離れてますからね、はい、このミッドレーンかなり大きい差になりそうですが、ウルト仕掛けていく、チャームが当たってしまったというべき、ウルトもう1回やる、キューが打てなかった、打てなかった、いやフラッシュインキュー届いてない、届いてない、これブラッドのウルトでダウン、メガデスロケットは当たらない。さあ ITZ うまく返した、セジュアニが素晴らしい寄りを見せましたね。あそこウルトを当てていなければ確実にブラッド倒されていました。そのままドラゴンまで行かれていたでしょうから、このセジュアニが一つ BJK の流れを止めましたね。さあ ITZ このままドラゴンゲットですね。2スタック目、ヌヌが相手にいるにもかかわらず2スタック目、これは大きいですね。そしてブラッドがビサージを完成させました。マジックダメージの対策がこれでできましたね。ビサージはパッシブで、回復量 15% 増加もありますから、はい、Q のスキルそもそも回復ヘルスが回復します。そしてスペルバンプを手に入れていることからもそれも強化されますからね。セミタンクというか短期 AP チャンピオンとしてブラッドこれで完成したと一つ言えると思いますね。ここからはどん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 、ダメージがスケールしていく段階になっていくと思いますが、これでもう戦える段階にブラッドなってますね。アビシャルを積もうとアーリがしてますが、それ以上に硬いと、硬いですね。アビシャルが完成したとしても潰しきれないでしょうね。240回復しましたね9で240回復しました今ヘルス。そしてランブルのウルトも取らないでしょうかね。ただカウンタートップこれただ言いますよ、セージュアニのウルト9、何もさせずにダウン、そしてヌヌもフラッシュアウト、ダイブはできるぞこのチャンピオンならば。いや無理はしない。アーリが寄っていることを確認したというよりもミッドレーンからアーリが消えたことを確認して下がりましたか。視野の広さというか、リスクマネジメントというか、しっかりと正確に行いますね。ドップからこれウルトはただブラックシールドがありますね。さあフックもブラックシールドなので近づけない。さあここでモルガナのウルトを返してジンクス、メガデスロケットからの1キル、そしてスタンが決まっている。ここに TP が来ますが、それよりも先に倒せるか、倒しきったヒールがありましたが、ここでパシパ発動したり逃げ切れるか、スローが展開されますが、ここにアールが寄っている。ウルトインからのチャームは当たっているか。さあチャーム当てた、当てた。さあここにブラッドが寄ってウルトからの1キルを返していくのは ITZ。 3-1 交換、今のところ最初ブラッドがボットに寄るような動きを見せたんですよね。そこのところでコミュニケーションエラーがあったんでしょうね、サポートの方仕掛けてしまいました。そのタイミングではブラッド下がっていたんですが、やはりダメージ取らないですね。ちょっと珍しいミス ITZ ありましたね。そのまま下がれる場面でしたからね。あ、本当ですね、寄ってますね。寄ろうとしたんですが、ここで一旦下がるんですよねブラッドにもかかわらず仕掛けてしまった。ここでソゴが出てきていましたね。ここでちゃんとチャーム、そしてフラッシュミス、そしてチャームを当てる。チャームを予測して多分フラッシュを切った可能性もありますね。ありますね。さあ2000ゴールド差、チャーム当てている。あ、いやダメージが通らない、通らないですね。そしてここでブルーバフを渡します。ブラッドってこうマナがないですけど、ブルーバフ結構もらいますよね。 CDR が重要ですよね。アバフのところで 10% 低下することで Q と E、 そして W 逃げスキルのクルタも短くなるといったところで連の安定性が増しますね。先ほどからこれチャーム避けるつもりないですか。なるほどそのもう当たってもいいやと、はい、ビサージができる前あそこまでチャーム当たってなかったはずですから、当たっていたとしたらもっと倒されていたと思いますからね。もう当たってもいいやと、それでもしっかりと CS を確保しようという考えになっていると思います。もうすでに CS がすごくなってますよ、はい、で今のでチャーム、アーリーとしてはチャームが当たりましたからダメージ交換をしなければいけない、マナをどんどん使わなければならないといったところでマナがなくなってしまって帰らざるを得ないようなレーニングになっていると思います。今現在 61CS 差ですか、これ26の61ですね、ミッドレーンは。いや、このブラッドがとんでもないことになるかもしれません。いや
チャームが当たればダメージ効果をして、おっとここもさあトップレーン、さあランプで仕掛けていく、スローキッチで当てている、ここにヌヌが入る、セジャニは逃げていますね、アーリはもうミッドレーンを無理と判断、サイドバックへの流れをいきます、きっちりチャーム当てています。さあランブルのキルになりました、ただしミッドタワーを折り切る、この交換はどうなんでしょうね、ちょっとあまり良くはないですよね、ナーの1キルとミッドのファーストタワーの交換では割に合わないですが、やらざるを得ないという感じですかね、こういった細かな、あ、避ける気ないですね、ないですね。あの回復してます、それ以上に、はい、減りません。今のところでダメージをこうチャームが当たれば相手にスキルを使わなければならない、ミニオンに攻撃ができない、それで CS を徐々に落としていっているような感じがしますね。ただほっとくとほっとくとで大変なことになるんですよね、大変なことになりますね。ちょっとどうしようもない、このジンクス頼みではあるんですよね、しっかりとブラッドをゾーニングしてジンクスが殴れる環境を作れば、いかにブラッドといえどすぐさま倒されてしまうと思います。 W と多分この後ゾニアに行くとは思うんですが、その2回の無敵時間をあったとしても完璧なゾーニングをされてしまえばどうしようもないと思うんですが、ただもうレベル15ですよ、はい、さらにはナーとセジャニもしっかりとファームできてますからね、強力なフロントラインが3枚、そしてそれを押し上げるシビルのウルト、あ、ノーチアスもいますから4枚ですか。ヌヌとモルガナで対処できますか、この4枚プラスウルトの MS バフを受けた彼らを。デスキャップ、デスキャップ、ゾニアじゃないんですね、しかも直外でしたね。ああ、いやこれは絶対にダメージ交換勝てないですね、アリは。確かあのブラッドのパッシブって、はい、HP が上がると AP が上がって、 AP が上がると HP 上がるんですよね、はい、そういったパッシブがありますから、これ AP を積めば積むほど HP も上がっていきますからね、なおかつ回復もしてマジックリジットもありますから、ただここ仕掛けますか。さあ仕掛けますね、差し出せになるノーチロスのウルトからイコライザーを返している、ナーに当たっています、接触にきっちり前線に入っている、ここでブラッドが後ろに入ったが火力をきっちり出し切った、アーリにはいいダメージが入っていますが、ヌヌがまずノーチロスを落として、ナーが落とした、ジンクスが完全にフリー、アーリはきっちり前に出てダメージを出した後にフラッシュアウト、ただブラッドは倒せない、ここでランブルがダウンしますが、メガネスロケットフラッシュアウトで避ける、ブラッドが沼で1キル、ただスネアに決まっている、 BJK23 交換、今のはランブルのウルトがダメージとしてはうまく当たりませんでしたが、ゾーニングといった形で完璧に機能しました、ヌヌもしっかりとゾーニングできました、ジンクスがフリーでしたね、それを生かして集団戦勝ちましたね、見事ですね、ただこれこの後ドラゴン取って、取りましたね、ミッドをプッシュして帰れますかね、これはすごいですね、今のはすごいですね、後方に入れたのがブラッドだけでしたからね、そこのところでミッドのファーストは取れますか、取れると大きいですが、取れますね、これ多分ジンクスがいますから、ここで当たってるんですが、ブラッド、はい、ジンクスは常にフリーなんですよね、ブラッドが入りましたが、はい、ブラッドのウルトしか当たってなくて、ジンクスがこの後常にフリー、アーリが逃げたのが右下というのが良かったですね、しっかりと分かれてましたね、そしてその後前の方で前線ではランブルがダメージを出し続けてシビルに圧力をかけ続けていたのも大きいですね、この装備差で集団戦勝つ、ヌヌのウルトも完璧でしたか、完璧でしたね、ただ問題はジンクスのフラッシュが落ちていることですね、あ、はい、セジュアニのウルトを受けてすぐさまフラッシュアウトしたんです、ですからなんとかなったんですが、次フラッシュがないですから、ちょっとそこは気をつけなければなりませんね、さあ面白いですね、 ITZ は後ろに相手のキャリー陣に入るチャンピオンが4チャンピオンですかいるわけじゃないですか、で、はい、入ってくるのに対応できるチャンピオンが BJK の中では今モルガナがゾーニャを買ったのでウルトで守れますよね、守れますね、そしてヌヌのウルトがありますよね、はい、これがどう機能するかが一つ鍵になると思うんですけれども、そうですね、先ほどのように完璧な形でできればジンクスは自由にダメージを出せる環境ができますからね、そうすれば ITZ としてはどうしようもないと思います、次の集団戦しっかりと気をつけるとは思うんですが、
ここランブルが上位仮面ではなくゾニャですか。どうでしょう、倒しきれるかということですかね。狙いとしてはですね、はい、ゾニャを使ってシビルに圧力をかけようということがランブル考えていると思うんですよね。ああなるほど。先ほどの動きも、ウルトを打った後そのままゾーニングやタンクにダメージを与えるのではなくてシビルに圧力をかけて、うん、下がらせようという動きを見せました。ゾニャを買うことでそれが可能になりますから、はい、次も同じような動きをするんだとは思いますが、あシビルをランブルで抑えてジンクスにダメージを出すと、はい、じゃあタンクじゃないのに火力を出しながらタンクの役割をしようという考えのビルドと、そういうことだと思いますね。ただこれ難しいですよ集団戦としてはプレイヤースキルがかなり求められますね。求められますよね。あとチームとしての連携も求められますよね、はい、ものすごく難しいことを BJK はやろうとして勝とうとしてるわけですよね、はい、しかしそれをやらなければ集団戦勝てないと思いますからね。いやただジンクスのフラッシュがないですからやはりこうアグレッシブにはちょっと BJK いけないですかね。さあチャーム、スネア、さあパワーのダメージが非常に出ている。沼がない、今度はトラップがある、一気に仕掛けた、ブラッドダウン、素晴らしい。この CC チェイン、ランブルがトップでヘルスが削られて、あー何、いやフラッシュを選択して生き残ってますか。生き残ってますね。そのままボットのファーストタワー、今の CC チェイン見事というよりもブラッド避けるつもりがレーニングのままなかったようですねチャスネア、あチャーム、スネア、チャーム、スネア、パワーダメージ、沼、トラップとはいここで ITZ としてはボットのファーストタワーを守る判断ではなくてトップの視界を維持することに切り替えましたね。これはバロンを意識してる。はい、バロンを意識してますね。あとはトップのところでナーがレーニングのところで有利を取ったランブルを下がらせたことを生かしてワーディングをしてという形ですか。すでに25分を超えてますから、はい、あただ仮面上位完成しました。これは大きいですね。これでタンクにもダメージが通ってなおかつ先ほど言ったようにシビルに対しても圧力をかける動きができればかけてますが、これはスペルシールドありますからね。見てから、あウルト切ってからスローかけて、あーなるほど、ここ無理はできないぞ。ヌヌウルトの狙いをよくわかります。ヌヌのウルトでスペルシールドを剥がしてからという狙いだったんですが、あ弓矢のところでヌヌが負けてしまいましたね。非常に高度な弓矢でした。スペルシールドしてほしかった、はい、してほしかったですね。ヌヌのウルトで使わせたかったんですね。スローのパーセンテージではスノーボールの方が大きいですからね。ウルト切ったランブルを狙いに行く、フラッシュないですよランブルは。さあイコライザーを早めに切ったかの、チラスのウルトが届く。さあここはもうやりに行くしかない、ゾーニャがあるぞ、倒してる、倒したー、オーノーシビルダウン。さあ時間を作ってこれはデッドしようという動き、非常に時間を稼いでいる。ミッドのセカンドタワーまで行けますか。ただジンクスがいないです。メガデスロケット打ってます、ただ外れそうです ね、 ですね。ここにはいない。ただこれでジンクスがラストウィスパーもしくはブラッドサーサーができる時間が稼げますからね。一気に一気にさな、ただ仕掛けるぞスローから、ただアーリは非常にダメージ出ている、一旦下がらざるを得ない。ジンクスがまだファームします。これ帰ったらブラッドサーサー完成しますね。ものすごい勢いでファームしてます。そして合流してドラゴン TP はお互いありますね。トップレーナーランブルが復活しました。ランブルのただウルトがないですよ。そうなんですよね。そしてドニャもないですよ。さあノーチラス一応見ましたが、ただ早い早い早い、取り切る。これは分からなくなってきました。ジンクスはタワーシージが非常に得意なチャンピオンで、さらにそこに、バロンバフの 15% 増加が加わりますから、集団戦勝とうものなら BJK としては一気にタワーを折れる形にはなってますね。これは熱い展開になってきました。熱いですね。これはちょっ
と素晴らしい。ここからただ BJK としては先ほどのようにピックアップからの有利、もしくはランブルのウルトを生かして、そしてジンクスを生かした集団戦が重要になってきますが、そのためにはやはり視界ですかね。相手の視界を潰しながらこっちの視界を BJK の視界を維持することができれば相手をコントロールはできますが、さあサイトストーンは2つ売りますね。赤トリンケットは3つですが、まだ上位にオラクルにも変えてませんからね。ここのコントロール非常に難しいと思いますね。ここをどのように維持していくのかというところはポイントですけど、ただディープワードかなり置けてますね。あ、置けてますね。 ITZ は相手のジャングルにはワード1つも置けてませんから、ここで後手後手になる形にはなってますね。そしてテレポートの優位はな特にないですね。ピックアップ狙ってますか、どっちですか、どっち先ですか。スネアからジャンプで逃がさない、一気に決めているのチラスだ。素晴らしい。このピックアップから先ほど有利作り続けてますね。 BJK モルガナのスネア、そしてアーリのチャーム、これバロン、いやトップタワーですかね。トップタワーじゃないですかね。いやバロン、バロンやってます。ヌヌがいない。いやピックアップですか、ここまた。おっと開始、いやバロン開始、バレていない。ヌヌがレーンに出ているためバレていない。一応ピンは鳴ってますね。 ITZ バロンのところにピンを鳴らしていますが、さあ BJK これは成功しそうだ。ピックアップを警戒して前に出れないですね。さあバロンゲット、ついにゴールド逆転、これは大きいですね。これでランブルのボイドスタッフも完成しますからね。さらにはタワーも1本、会場が歌ってますこれは歌わざるを得ないでしょう。ただここエンゲージ気をつけなければならないですよ。視界はちゃんと取れてると思いますから。さあアーリーチャーム、さあヌーのムーブメントスピードアップでバック、ブラッドを狙っていますよ、狙っていますよ、狙っていますね。さあスネアは少し外れてしまいましたが、スノーボール決まったが硬いために、あチャームはきっちりバック、そしてウルートはブラックシールド、さあ防ぎ切りました。エンゲージ ITZ 他にない、メガナーにまだゲージが慣れていない。さあセジアニのウルトはどのように決める、さあ決めた、決めたがジンクスが食らっていないぞ。それを見てから前に出てくる。さあヌヌウルトでボディーブロックしている、イコライザーで守るように打っている。セジアニウルト入りそう、裏に入りたがってますが、ブラッドがただ倒しているぞ。さあ非常に ITZ 集団戦強いが、ここからジンクスがフリー、ジンクスがまだフリー、ランブルが時間を稼いでジンクスがフリー。さあまだ分からないこの展開、2対2の 3V3 の中段戦、そしてよく出るジンクス、ジンクススローが決まった。ジンクスがなんというダメージを出し切った、守り抜いた BJK。 今のノーチアスのフック避けますかジンクス。そしてタワーゲット、気づけばジンクス CC 一つももらってませんよ。もらってないですよ非常に難しい場所での難しい集団戦、その中で一つもスキルを食らうことなくダメージを出し切る、うまいですねこのジンクスのプレイヤー。ブラッドやセジュアニ、そしてノーチラスがジンクスを狙ってこうポジションを変えながら相手の視界をこういった形でずっと狙ってましたからね。遠いんですよねジンクス、はい、ここでまず遠いんですね。そしてランブルのウルトもテレポートもちょっと遅いんですよね。これ当たってからですね、はい、ここがウルトが入って、ここもブラッドのウルト入ってないです。ダメージ出し続けてます。そしてゾーニングのためのウルトですね。セジアニ裏に来たんですけど、ここ前線ヌヌとランブルが前線を、はい、あシビルが落ちたんですね。それは大きいですね。やはりランブルはシビルを狙ってますね。そしてここ食らったんですか、すぐさまフラッシュアウトですか。そしてヒールも吐いて、強いというかヌヌとランブルで前線を支えたんですね。支えたんですね。あとモルガナですか、はい、やはりランブルのこのゾニャを狙い通り行かせてますね。素晴らしい。さあスロー当たると、あこれスノーボールありますよ。
さあウルトで返していく、エンゲージを仕掛けている、またジンクスがフリー、ただこれメガで、メガナーになるぞ。さあジンクスフリーだが、ジンクス捕まった、ジンクス捕まった、フラッシュがない、ただ守り抜こうとしている、味方に守り抜こうとしている、シビルが前に出てくるんですが、ここにランブル後ろから入ってくる。さあジンクスは逃げ切った、ただこれは3v4 3v4、さあ11交換ですね、11交換ですね、はい、そしてドラゴンへ走りますが、おこれちょっとわからないですね、いやわからないですね、ジンクスフリーになったと思ったらしっかりとそこ ITZ を狙ってピックアップしたんですが、これでジンクスのフラッシュ落ちましたか今のシーンで、はい、ジンクスのフラッシュが落ちてましたかね、今のところピックアップ狙われましたよね CC の、いやフラッシュはその前の集団さんなかったのですか、はい、ただそれでも生き残ったことは大きいですね、ジンクスが倒されるとちょっとクールダウン見てみないと分かんないですよね、 BJK ジンクスが本当にキーマンになってますね、そうですね、いやなかったですね、なかったですか、なかっその前で落ちてたので捕まったんですけど、はい、うまく逃げ切った、ない状況で生き残ったのは本当に大きいですね、1キル拾ってパッシブ発動で逃げ切れたっていうのが大きいですね、このなんでしょう、 ITZ 序盤有利を取ったら常にこう試合をスノーボールしていってたんですよね、ずっと、あ、HR との相手の時は、負けてしまいましたが、その1戦ぐらい、そしてレイトゲームのスケールを構成の構成で、なおかつ序盤有利を取っていたらそのまま必ず勝っていたチームなんですね、ブラジルのチームは。そのチーム相手に序盤有利を取られて返しますか、歌ってましたからね途中で、あれは何の歌なんですか、多分ベジクタシの応援歌じゃないですかね、あ、ここ垂れ幕とかを見る限りもサッカーですからね、サッカーみたいになってますからね、この掛け合いもあれですよね、スタジアムの端から端で掛け合うやつですよねこれ、確かそうだと思います、選手たちもいけると思っているでしょう、先ほどのゲームの流れ、さあリスタートどうやら来たようです、現在37分という段階ですが、さあドラゴンスタックは ITZ が取りましたが、現在 60.4 経路 BJK タワー4本15キル、ドラゴンスタックが2というところですね、 ITZ は 58.3 経路、ドラゴンスタック3キルは11、タワーが3個追ってます、その金額差は2300ゴールド、ここでドラゴン3つ目のバフ MS バフが手に入ったことは ITZ としては大きいですね、ジンクスをより捕まえやすくなりますし、見逃せないのはブラッドがゾニャを完成させていることですね、よりブラッドの圧力といったものが高まってます、ナーがアーマー揃えていますが、ジンクス装備ほぼ完成形に近づいていますから、しっかりとジンクスをフォーカス合わせられなければ、ITZ としてはジンクスに暴れられてしまうと、かなり、ジンクスの一郎に気をつけなければならない、それは BJK のジンクスも同じですよね、相手に捕まってしまうと、ジンクスが捕まってしまうと BJK としては一巻の終わりと言えると思いますね、またキャッチ狙ってますか、狙ってますね、どうでしょう、ボットは BJK のプッシュウェーブになってますかね、さあピンクワードあります、壊します、ただステルスワードも置いてるため、このワードは気づけてないようですね、どうやらブルートリンケット確認、ピンクワード置いて、バロンをまた意識している動きですか、これは。そうですね、敵のトップサイド側のジャングルに入ることでピックアップの圧力をかけながらもバロンへの視界を取らせないような動きをしてますね、これによって何が狙いなんですか、やはりまずはバロン、そして視界を取りに行ったところの、サポートやジャングラーのピックアップが狙い、そしてトップのサードタワーへのゾーニングカットですね、通路をカットしてますが、下からただ当たりに行こうとしてますよ、してますね、それも見えてますね、さあ当たりに行った、聖者に乗ると3人かまったがジンクス捕まっていない、ここでブラッドのウルトを打ってますが、アーリーはノーまだデッドしてない、ここでイコライザーが入っている、ランブルキレにダメージを出し切って、聖者にがかなりダメージをもらっている、さあジンクスが
1キル拾ってランブルも1キル拾ってますが、ついにジンクスがダウンダウン。さあこれは火力を出せるチャンピオンがいない。22交換ですがジンクスがダウン、 ITZ ついに捕まえました。ついに捕まえましたね。ナーのゲージが溜まっていて、それをうまく生かしてエンゲージしましたね。これは大きいですよ。ただ次の集団戦までにバロンが取れるかというと、ヌヌがいること、アーリーがまだ生きていることを考えると ITZ としてはリスクが高いですか。セジャニが落ちてますからね、何かしらのオブジェクトは取れそうにありません。まだ集団戦のところで起きそうですね。ナーがそうなんですよ、ナーがもう前を無視してジンクスしか狙ってないんですよね。ゲージを貯めるような動きをしながらジンクスに近づいて近づいてスローを当ててフラッシュインウルトで完璧に捕まえましたね。捕まえましたね。ランブルのウルト完璧に入ってはいるんですが、ここでランブルが今回はシビルに対して、今のスペルシールド見えてたんですかね。ランブルに対して圧力、あ、ランブルがシビルに対して圧力かけられませんでしたね。同じこともう一回やろうとしてますけど、さすがに気づいてますね。はい、ここでヌヌがミカエルを完成させようとしてますね。これはもうジンクスのためのミカエルですよね。最近ヌヌミカエル多いですね。多いですね。まあ、構成的に、レイトゲーム AD キャリーと組み合わせることが多いですから、あ、それを助けるために、救うためにミカエル買うと、あ、いうことが増えてますね。そしてシミターがジンクス完成しました。ダメージ量としてはほぼ完成形というでしょう。さあウルト張った、これ仕掛けに行った、メガナーになるぞ。さあウルトでアーリーを狙いに行くが、ブラックシールドスネアをうまく決めている。メガエスロケットでナーのヘルスを削ったが、ランブルフィッチリコライザー攻撃にやってる。まあナーも前に出ているが、ジンクスが今回はフリーだ。ブラッドがまずはランブルを落とし切ったが、アーリーもナーを落とし切る。さあここで前線を張っているのはヌヌ、ヌヌはダウンした、ヌヌはダウンしたが、ジンクスがフリー、パッシブ発動。さあ3V3、 3V3 ヒールを使って逃げるのはシビル。さあここで一度沼を張ってますが、モルガナがゾーニャウルト、時間を稼いだ。バッシュバズド、ここはスペルシールド、ダブルスペルシールドで3人。さあ2、3交換やり返していくのは BJK。 そしてタワーが折れる。今のジンクスの立ち位置が本当に素晴らしいですね。最初 CC はいくらか受けたと思いますが、そのあと一切ダメージもスキルも受けてないですよ。ブラッドがセジワニがナーが何とかしてジンクスに届こうとしてるんですが、ナーのウルトのゾーニング、アーリの圧力、そしてモルガナのブラックシールドで全く近づけなかったですね。そしてランブルが死にながらもゾーニングをしっかりと行ったことが、あ、今の BJK 集団戦の勝利につながりましたね。ランブルタッタンクなんですけど火力出ますからね。出ますからね。やはりゾニャを使ったその時間の稼ぎ方素晴らしいですね。ランブルここですね、ここからウルトで時間を使ってで、ナーが今回フラッシュがない、はい、でフックはもらったんですけどフラッシュアウトしましたか。フラッシュアウトしましたが、そこで判断を間違えていればブラッド近くにいましたからね、倒されていましたね。ただ次の集団戦フラッシュがないことはちょっと気をつけなければならないですね。さあもうフラッシュがあるかないかがかなりキーなゲームになってきそうです。次の集団戦のところでジンクスはフラッシュないですが、セジュアにはフラッシュありますね。そしてノーチラスもフラッシュが上がります。ナーもフラッシュが上がりそうです。これを考えるとジンクス非常につらい。あ、ワードありますよ。壁に埋まってるようなワードですけど見えてますかね。見てなさそうですね。このワードどこに刺さってるんでしょう。下でしょうか、上でしょうか。ちょっと どうなってるんでしょう。いや表記バグですかね、これワードないですかね。かもしれないですね。はい、視界どうやらなさそうですね。ボットビッグウェーブができてますよ BJK は。はい、やるしかないのは ITZ。 さあセジャニのライフがかなり、アーマーもマジェルにも消えているでしょうか。さあここで仕掛けに行った、あー、ウルトがセジャニきっちりブラックシールド、アーリー捕まっていないぞ。これはリコール判断 ITZ。 そしてタワーに一気に攻めおる。ボットレーンのミニオンが凄まじいことになってタワーが折れる、インナータワーが折れる。そしてジンクスがいる、ジンクスがいる、1回2回3回殴っている。さあ早い
折り切った、バシバシとしてるぞ。ナーがメガダルになって捕まえれるか。しっかりさあ、ただスロー、スロー、いやーこれはナー仕掛けられない。ランブル素晴らしいですね、今の動き。そしてボットのセカンドターンもミニオンウェーブで割れました。その間に BJK としてはドラゴン3つ目取りますか、それともバロンを優先しますか。バロンに行きますか。トップレーンのウェーブもすごいことになっています。これ表記バグじゃないかもしれないですね。ちょっとあ、本当にゲージ減ってますね。減ってますよね。どこにワードがあるんでしょうかね。さあバロン開始。トップがファーストターンのトップのサードターンにもビッグウェーブできてますからね。するのかしないのか、まだ待っています、まだ待っています。ここで間違えるとどちらのチームも間違えてしまうと非常にまずいことになる。始めました。さあ開始。さあヌヌテレポート、一度バック、即座にバック、使わせましたね。さあこれでミニオンがトップレーン折れるのか、サードタワー。さあメガナーになるぞ。アイツゼット仕掛けた、戦車に乗ると今度は綺麗に入ったが、ジンクスはまたしてもフリー。イコライザーを打っている。さあアーリを狙いに行ったのはアイツゼット、ジンクスがフリーだ。ただジンクスがずっとダメージを出している。ここにブラッドがゾーニングしに行ったが、ランブルが生き残っている。ランブルが非常にいいダメージを出している。さあジンクスを捕まえているのは IGZ。 ブラッドからトラップにかかった、トラップにかかった。さあここでグループアップしている。セジャリがスロー一度つけましたが、ここにランブル。さあまだ分からないぞ、モルガナと、さあサポートとミッドのトップの勝負になった。さあただブラッド火力が出る、回復している。ランブルを逃げざるを得ない。4-4交換にはなりましたが、ブラッド強い。ただ今ジンクスがフラッシュない状況でこれです。セジュアにフラッシュ使いました、ナーもフラッシュ使いました、ノーチアスもフラッシュ使いました。次ジンクスフラッシュ上がります。ここですよね、ジンクスのポジショニングが非常に良かったですね。見つかれなかったですね。なんとかブラッノーチアスとブラッドが捕まえに行きましたが、ダメージ出されてしまいましたね。ランブルでシビルが一瞬で落ちてますね。一瞬で落ちてますね。ここのトラップも大きかったですかね。これでセジワニが倒されてしまって、ただブラッドのダメージ非常に大きいですね。モルガナが一瞬で解けましたね。一瞬で解けましたね。さあそして4つ目、ただランブルが狙ってますか。4つ目です、ランブルが寄っています。4つ目、いやお互いにダメージがすごいぞ。いやこれシビルがウルト使いましたね。さあランブルイコライザーはある。これバロンのために確かにこの4つ目のドラゴンバフ重要ですからね。さあそしてバロン行きますか。今度はミニオンウェーブ有利になっているのは ITZ が、はい、トップボットも大きな有利取れますからね。ランブルがテレポートの有利がありますから、ランブルはボットに走ってますか。ミッドのセカンドターン狙いますか。 ITZ はこれピックアップ狙ってますね。アリを狙ってますね。さあアリウルト切りました。これは大きいですよ。アリのウルトがないだけでアリの距離度はずいぶん下がってますからね。これは BJK としては渡さざるを得ないでしょうね。そしてそのままドラゴンへと圧力をかける。その前にランブルのピックアップですか。しっかりと警戒してますよ。ランブルもランブルは下がってますね。下がりながら、さあセジュアニを前線へ、そしてノーチラスから、さあフックは避けたが壁にかかるためにスネアは決まる。セジュアニのノックアップ、これはゲージが溜まっているためイコライザーまだ打てない。さあセカンドタワー、インナータワーへ圧力かけているのは ITZ。 BJK 裏から ITZ 仕掛けた、シビルのウルト、セジュアニのウルトはこれは完全ヒットではない、スローにはなったが、タワーを取ることには成功。さあ ITZ もタワーを返していきます。緊迫した試合ですね。今のところ当たっていればジンクスに当たっていればもう一巻の終わりだったと思います。そういった決断をできる ITZ も素晴らしいですが、しっかりと避ける BJK も素晴らしい。そしてアイテムビルドがだんだん揃いつつありますが、サポートの装備がちょっと面白いですね。エコーを買ってますね、はい、モルガナ。さらにロッドもう1本挟んでるので、これデスキャップいきます。なるほど、ミカエルは買わないというよりも、ミカエルはヌヌに任せてますか。そういうことですね。ですから
ランブルとモルガナでシビルを抑えようと。ブラックシールドの数値がものすごいことになるんじゃないですかね、これだけ AP を積んでいると。 なってると思いますね。ブラックシールドあればいいでしょうと。あ、なるほど。他はその後はもうシビルを抑えることに神経を注ごうということですかね。このブラモルガナはこうなってくると何が注目になりますか。集団戦、集団戦やはり先ほどからそうですが、ジンクスを捕まえられるかどうか、活かせるかどうかですよね。さあ開始、開始、分かっている。ランブルが TT はありますが、とーおーと言わざるを得ないでしょう。あとこのゲーム今止まってますけど、3分で決まる可能性はありますからね。あります。すごいブーイングですね。僕 LOL のこういったオフラインの大会でブーイングここまで大きいの初めて聞きました。まあサッカーファンはそれが一つのまあ楽しみでもありますからね。はい、歓声とブーイングとっていうのは。まあでも国によって少しなんですかね、まあ、違うというのも面白いのかもしれないです。まあ、確かにブーイングをしたくなる気持ちも分かります。ここからが見どころになりますからね。さあ、何かマシントラブルが起こっている可能性が非常に高いですね。こういったゲームを一度ストップさせるときは、だいたい選手のどこかのマシントラブルの影響で一度ゲームをストップさせるということがありますから、ライオット その審判に認められるような理由でポーズができなければ、その後ペナルティを食らってしまいますかね。そのペナルティはいろいろあると思いますが、代表的なのはバン枠一つ削るというのが一般的ですね。はい、なおかつ今回はというか、こういった中断はですね、作戦会議なんかはできないですからね。はい、喋ってしまうともうそれだけでバン、あ、ペナルティの対象になってしまいますから。さあ、そういった部分で作戦会議というわけではないですね。あ、やはり、あ、たくさん持ってますね。持ってますね、羨ましい。何回言うんですか。いや、欲しくないですか、アイさんも。はい、のこういうグッズは結構欲しいんですけどね。いや、欲しいのは分かりますよ、ものすごく分かります。トルコのその決勝戦の時はベジクタシのユニフォームと、あとマフラーですか、あの、はい、チームのマフラーを、した方が多々見受けられたんですが、今回はカメラマンの方は見つけてないんですかね。さあ、楽しんで見ている雰囲気がすごく伝わってきますね。かなり熱い戦いになってますからね。でもここまでこう接戦になるとはちょっと予想もしてなかった部分もありましたけれども。はい、全く僕予想してなかったです。まあ、その 2戦目の始まる前にその 3-0 で決まることが決勝戦多いと言いましたよね。まあ、この2戦目のところでベジクタシはこう精神的にへこんでしまうのかなと思ったんですが、カムバックしてきましたね。やっぱり1戦目 の終わった後のファンからのコールですかね。やっぱそういう後押しは大きいと思いますね。これで一気に気合が入っているといった状態です。ここで問題なのは集中を途切らせないことですね。かなり緊迫したゲーム展開、そしてその状況になってますから、こういったどうしても中断が来てしまうと集中力がこう瞬間的に下がってしまって、判断ミスといった、もしくはスキルミスといったところが起きやすくなってしまうから、そこを試合入りの時にしっかりと気をつけなければならないと思いますね。影響がないようにスタートができればと思いますけどね。いやー、でもここでバロンというところで止まりますか。本当本当にワンミスで終わりますよ。はい、この時間確か40分過ぎていましたからね。そして、まあ、どちらもドラゴンのセカンドバフ、タワー C 15% が あります。さらに AD キャリア随分と育ってます。ほぼ両方ともフルビルドですね、ですからね。そ
それを考えると、ちょっと僕たちのあのこの照明もこの会場の雰囲気に合わせて若干黄色くできますかね。できるといいですね。暗くなって黄色くしたりとかして、ちょっと僕たちも会場にいますみたいな空気が僕たちちょっと真っ白ですからね。そうですね。そういう意味でなんかこう会場の雰囲気というのも伝えれたらいいかもしれないですけどね、はい、できるんでしょうかね。どうなんでしょうね。まあ難しそうですね。はい、ポーズ解けた瞬間です。瞬間どうなるのか。バロンを開始した時ですからね。しかもしっかりと両チームとも視界を得ている状況、うん、一つの判断ミスで大きく変わりますが、何がキーですか。この多分集団戦になると思うんですよ。その前のところでまずはバロンをどうするのかですよね。両チームスティール、そのまま倒しに行くのか、もしくはそれを餌にして集団戦を起こすのか、うん、まずそこの判断をまずチーム全体で統一することが一つ鍵になると思います、はいはいはい、その上で BGK はやはり先ほどから何度も言うようにジンクスのポジショニングが重要になってきますね。さあどうやら今情報が公開されたようですね。今現在止まっている理由がどうやら公開されたようです、選手の PC トラブルだそうですね、はい、なので少し時間かかるかもしれないよということが今、言われてますね。結構ここ間が空いてしまうと、はい、大変ですね。どちら両チームとも重要な場面ですからね。あ、いけますか。あー、どうやら無事スタート。一旦リセットという形にしましたね、BJK は。ただ冷静ですね。はい、あの流れでゲームが止まってしまった流れでやってしまうというのもありましたが、どちらの AD キャリもフルビルドでワード視界の取り合い、スカットラを取っている分 BJK の方がバロン前のところでは有利ですか。おっと、セジャイン今スマイル等ですか。いいな、 今エコーですかね。エコーですね、モルガナのエコーですね。おー、ミッドのインヒビターを狙っているピンが鳴ってますが、どのようにして、これナーのメガナーの状態になってますからね。これ確かにそうですね。裏に TP も止めたんですけど止めませんでしたね。左上にあるんですよ。はい、ありますね。さあ集団戦をやろうよと、そういった立ち位置からの睨み合い。しかしナーがミニオンを処理してます。ただプッシュはされているのですぐさまミッドレーンをITZ が押し返すということはないとは思いますが、 BJK 側は狭いところで当たりたいんですかね。そのようですね。ジンクスのポジショニングが先ほどから非常に素晴らしいですから、あいた形で地形を生かして、その地形すらゾーニングの手段として生かそうということですかね。さあお互い慎重です。5ドラゴンまで残り1分20秒です。ここはもうちょっと厳しい。こういったところで ITZ の方が一つオブジェクトの面では有利ですよね、はい、やはりどうしてもジンクスは相手と距離を取らなければならないですが、こういったドラゴンを餌にされて近づくような動きをしてしまったときに背後からもしくは横から狙われる可能性もありますから、5ドラゴンのところに睨み合いというのは BJK ちょっとしたくはなさそうですが、始めました。バードはありません。バレていない ITZ、 メガレスロケットで気づいたか。さあここでテレポートが入ってくる。一気に前に行くのはヌヌですが、セジアニが止めた。そしてバロンをゲットしたのは ITZ。 ブラッドが落ちた。一気に判定しましたけどブラッドが落ちた。
さあリゾーニャー、そしてここにランブルのウルト、ジンクスはどこにいる、ジンクスはナーが張り付いてる。さあそしてセジアニも裏に回ったが、ついそしてシビルがダウン、キャリーがダウンした ITZ。 これはネクサスまで行きそうですか。3キルゲットしてるのは BJK、 ITZ は1キル、しかもデッドしてるのはモルガナのみ。ヌヌがいます、ランブルがいます、そしてジンクスはフルヘルスになりました。ライフスティール成功。さあネクサスが割れる、2人でどう守りきる。さあ行く、当然行く、ネクサスタワーどう狙う。スマイトで一度止めた、ジンクスが殴っている、セジョニーそこに殴りたいが、それを守るようにランブルとアーリがダメージを出す。さあタワーのが、あー、ただここでバロンバフによってミニオンが強いぞ。まだあと20秒30秒ある。ブラッドが生き返りにもあと20秒で決めきることができるのか。さあメガナーになった、狙いたいのは当然ジンクス。さあここ画面がちょっと映っていないが、ランブルだー、落ちたー、ナーが落ちた、ネクサスタワーが現わ、ネクサスが、そしてセジアリまで落としてダブルキル持っていくのはランブル。勝利したのは BJK、 逆転です。これは素晴らしい。これはライオットの審判とちょっと話してますかね。ただ熱いですね。いやー、ゲームの中にドラマがありましたね。ありましたね。今のところバロンは ITZ が取ったんですが、ブラッドが何もできずにすぐさま倒されてしまった。それが非常に大きかったと思いますね。その後ナーがジンクスに対して張り付こうとしてたんですが、ダメージがあまり出てなかったことによってジンクスはナーを無視して、もうブラッドがいなければ大丈夫だと言ったところで後方を狙っていきましたね。そしてランブルも素晴らしい動きをしてました。これだから LOL の観戦ってやめられないですよね。やめられないですね今ジュルリって感じですけどねさあそれでは第3戦目の準備が整うまで一旦失礼させていただきます。